はい、神次元ゲームネプテューンビクトリー実況プレイパート27、今回は、ベイルというね、肉弾的に物理でね、勝負する時がやってきた模様です。なんか自分のホームグラウンドに呼び出しね、やることちょっとせっこいような気もするんですけども、まあつけておきましょう。プラネティドとルビー、ラステーションの地点めっちゃ上がってんな。嬉しそうに言う理由がわからないけど、まあ大丈夫だよ。多少強くなったって5人がかりならベール1人くらい楽勝だって。そう堂々と言われるとものすごく卑怯っぽいわね。私たち気にしたら負けよ。まあ、初見だしな。あ、そっか、多少戦ってあれか、エグゼドライブのゲージ貯めた方がいいか。あれ卑怯だよ。タイミング合わなかった。回復アイテムいっぱいあるし。いった。落ち着いていかなきゃ。当たって。いやー、覚悟してください。やりました。さっさと終わらせるわ。リップギアがどれだけ強いかがよくわかるな。新技。結構食らってんな。やっぱレベル低いかもしんねえな。大丈夫かなこれ。出てくるよし。ちょっと待って。
状態以上麻痺だよね。これでいいのかな。どうしよう。いつでも行けます。行きます。いやーいやー。うわー、もう私。あ、ネプネプにしてやんよ。やっ、どうぞ。やったわ。えへっ。落ち着いていかなきゃ。こんだけ強いの戦っても、なんだろう、結局あんまり美味しくないんだよな。そうでもなかった。嬉しい。でも多分鋼スライム倒した方が早いよね。どこを見てるの？こっちよ。私もたまには活躍しておかないと。スラッシュウェーブ。やりました。いいね。邪魔よ、プネプにしてやんよ。今のはこっちか。パワーコンボ。やった、先制攻撃。私のターンね。あいつ硬えな。やっぱり落ちた。アイテムがあるようなら先に回収していきたいよね。アイテム見っけ。アクションメモリ。あれ、それもなんかチート使うツールの名前だったっけか。フラクションリプレイターっていうの。関係ねえか。アイテム見っけ。万能薬の作り方か。アイテム見っけ。ヒールレインか。魔法っぽいけど名前だけ聞いたら。あ、もうイベントか。まあ回復写真一緒。あ、いた。ヤッホー、お待たせ。来ましたわね。あまりに遅いものですから、臆病風に吹かれたのかと思いましたわ。ごめんなさい、私歩くの遅くて。あなたを恐れる理由なんて何一つないわ。ない。例えばほら、胸の。てめえから先に殺すぞ。
してなんなんだけど、別に無理して戦う必要ないんじゃないの？私たち。いいえ、これはプライドの問題ですわ。私があなたたちより優れていると証明しないことには納得がいきませんもの。ああそう、まったくルイの女神といい、古い女神はめんどくさいわね。ブランさんもあんな感じだったんですか？それでブランちゃん、私たちに負けて泣いちゃって。ああ、余計なこと言ってんじゃねえ！泣いてるブランさん、見たかったかも。相変わらず緊張感のかけらもありませんわね。さあ、おたわ群れはそこまでですわ。こいつらに緊張感を持ってるな。いざ尋常に。ああ、たまたま。その前にさ、ベール、女神メモリーって余ってたりしない？え？まあ、いくつかはありますけど。いくつかあるんだ。それがどうかしましたの？おお、やっぱりあった。それネプギアにくれないかな。こっちに来たばっかでまだ女神になってないんだよ。お願いします。ネプギア？あら、そう言われればお一人増えてますもんね。やっぱり私数に入ってなかったんだ。毎日事情が飲み込めませんわね。詳しく聞かせていただけるかしら。ね、カクカクしかじかで。まるまるうまうまなの。あなたの実の妹さん。わかるんだ。そして、二人とも別の次元の女神。今ので通じるのね。便利な言葉だわ。ジロジロ。なんですか？そんなジロジロ見られると。あなたなかなか可愛らしいですわね。私の好みですわ、ネプギアちゃん。え？ねえ、今のちょっと意味深っぽくなかった？もしかしてそっち方面なの？ってどっち？いやいや、向こうのベールと同じだったらそんなことはありえない。ふん、ありえる！まさかベール、ガチな感じなの？ネプギアをどこかにかけちゃうの？そうなんですか。失礼なことを言わないでくださる？私はプラトニックですわ。さあネプギアちゃん、あなたの可愛らしさに免じてこれは差し上げますわ。はい、ありがとうございます。そんなに怯えられると軽く傷つきますわね。さあ遠慮せずにお使いになって。やけにあっさりとくれたわね。余裕のつもりかしら、あるいは何か裏が。さては、代わりに体を要求とか、そんなこと考えてるんだ。そうなんでしょう？しつこいですわ。違うと言っているでしょ？ギアちゃん、ギアちゃん、早く女神になって。女神のギアちゃん見たい。はい、それじゃあ。慣れました。うわー、かわいい。よかったわね。失敗したら醜い化け物になるところだった。それ聞いてませんよ。この子は大丈夫なの？そのド S になったりとか。あんま変わんない。ネプギアはあんま変わんないよ。変身してもしなくても普通なのが売りだからね。女神になりましたわね。あ、はい、おかげさまで。ありがとうございました。
礼には及びませんわ。だってそれを使ったということは、あなたはたった今から私の妹なのですから。はい。ということですから、さあお姉ちゃんである私と一緒に戦ってくださいませ、ネプギアちゃん。ダメですよ。そんな、何を言ってるんですか。私のお姉ちゃんはお姉ちゃんで。そうだよ、ネプギアは私の妹なんだからね。それはそちらの世界でのお話でしょう。こちらの世界では同じメモリーコアから生まれた女神メモリーを使った者同士は姉妹になるんですのよ。そうなの？そんな決まりあったの？知らないわ。そもそもそんな事例は聞いたことが。そうよね、ノワールとネプテューヌ。そんなことめったに。あ、もしそうなら私とプルルータも姉妹ってことに。ふわー、あたしとネプ姉妹だったんだ。パドナンの方がお姉ちゃんだよね。うわ、今さらお姉ちゃんって呼ぶのなんだか照れくさいかも。えへへ、妹妹。待ちなさいよ、それなら私もでしょ。いや、ノワールが使ったのはきっとあのおばさんが持ってきた方だったんだよ。うん、どうしてよ。あなたの方こそそうだったかもしれないじゃない。暴走にしかならないけど、ネプテューヌがプラネテューヌにとどまり、あなたがラステーションを起こしたことを考えると。そんなの推測に過ぎないじゃない。ブルルーと、あなたもこいつより私が妹の方がいいでしょ。ちゃんは妹よりお友達の方が嬉しいかも。そう？それはそれで喜んでいいのかちょっと悔しいような。こんなこと話してる場合じゃないよ、ネプギア。あなたたちがおバカな話に花を咲かせているうちに、この通り。ベールさんがお姉ちゃん、私はベールさんの妹。ちょっと、すっかり信じ込んじゃってるじゃない。まずいまずいよ。ネプギアは悪い意味でも素直な子だから、周りから強く言われると何でも信じちゃって。ネプギアが寝返り特性を習得しました。おい、あなたたち姉妹はいろいろと問題ありね。これで数の上では2対4。加えてここは私に有利なフィールド。私たち姉妹の勝利は揺るぎありませんわ。ごめんなさい。数の上での優位は変わらない。それに妹の方も変身したら結構あり上がるみてえだからな。遠慮なくまとめて吹っ飛ばしてやるぜ。こんなくだらない理由で戦うのは嫌なんだけど。やるからには徹底的にやってあげるから覚悟しなさいよね。わあ、みんな変身しちゃった。じゃあ、あたしは。わあ。ギアちゃん、プルルートさん。実はね、密かに楽しみにしてたのよ、この姿で遊んであげられる時を。たっ
ぷり可愛がってあげるからね、ギアちゃん。お手柔らかに。前は遠目に見ていただけですけれど、やはりあなたが一番厄介なようですわね。うん、ベルさんはあんまり私の好みじゃないのよね。悪いけど他の子と遊んでもらえるかしら。その発言、侮辱と受け取りましたわ。あなただけは私の手で倒す。あら、かまってちゃんね。でも私とギアちゃんの邪魔をするのなら容赦はしないわ。ギアちゃん、こっちの相手が終わるまでいい子で待っててね。はい。ああ、ドエスプルドンがガッチリネプギアをターゲットしちゃってるよ。どうしよう。私は姉としてどうすれば。ほら、てめえもとっとと変身しやがれ。始められねえだろうが。戦う気がないならどっか行ってなさいよ、邪魔だから。人の苦悩も知らないで。守よ。この状況になってしまっては致し方ないわね。せめて実の姉である私の手であの世へ送ってあげるわ、ネプギア。送っちゃうんだ。あの世って私そこまでやる気は。言ってみただけよ、安心して。加減はするから。ようやく役者が揃いましたわね。それではリーンボックスが女神グリーンハートの力、とくと味わいなさい。ネプギアできちゃった。一瞬で倒してやるわ。だね。私の剣舞見せてあげます。この程度かよ、この程度か。覚悟はよろしいかしら。よかった、ネプギアの前でしたから。ジェットスピア妊娠になればなんだけど、よかった。結構くれた。いつでもいけるわよ。うわー、どうしよう。先ベールかな。これがラステーションの女神の本気よ。行きなさい。一気に決めさせてもらう。回復は多分プルルートで間に合うと思うから。クリティカルエッジ公式。待ってました。ハイヒーラーですね。直して痛めつけてまた直して。いつでもいけるぜ。効きませんわ。一気に決めさせてもらう。クリティカルエッジ公式。公式。私で終わりにしてやるぜ。こいつは痛いぞ。私の番。ラジカルセーバー。いけない。シレットスピア。これ痛いんだよな。もう始めちゃっていいの。直して痛めつけてまた直して。いつでもいけるわよ。ひれ伏しなさい。一気に決めさせてもらう。
この一撃に勝負をかける。私で終わりにしてやるぜ。くらえ。オッケー。くたばれ。高速剣舞ミラージュダンス。この程度効かないわ。あ、結構これだよ。どうしてあげようかしら。まったくいけない。どうだ。満足したかしら。まだ。もう勝て。やっと私の番ね。まずガードブレイクしなきゃダメだ。やめなさい。行くよ。覚悟はできてるか。ほらほら。まだ平気。いつでも行ける。まず回復しよう。今ね。よし、おラジカルセイバー行きます。まず来ません。痛い痛い。さて、まだ平気。行くよ。まだ平気。覚悟できてるか。いつでも行けるわ。クリティカルエッジ。ああ。すいません。私の剣舞見せてあげます。かねえぜ。この程度かよ。さて、どうしてあげようかしら。回復やった。これを使ったらどうしてあげようかしら。ドラッグクラッシュ。まだ平気。わかって。この一撃に勝負をかける。ラジカルセイバー。覚悟できてるか。ゼアシテール。どうし、しびれさせた。いい顔するじゃない。すいません。いつでも行けるわ。ヒーロードリンク。これはどうかしら。これ本当にチータイテムだ。ドラ、私の番。私の。いつでも行けるぜ。一応使っとくか。もう始めちゃっていいの。さて、どうしようかしら。いっこいよ。じゃあ毒を持って毒を一気に決めさせてもらう。ケイ、ネプチューンブレイクで決めるわ。ごめんなさい。まだまだ。ごめんなさい。最後外したな。今度こそこれでとどめ。いや、当たってねえし。硬すぎたろこの子。ゼス。どうしてあげようか。オッケー。やられちゃった。たまにいい経験値。こういうのも悪くないわね。力が溢れてる。レベル1。レベルアップ。アシストタップ家が空気。裏切った上に負けたんですもの。何をされても文句は言えないわよね。ごめんなさい、ごめんなさい。 お姉ちゃん、助けて。それくらいにしてあげて、ブルル。悪気があったわけではないのだ。分かってるわよ。だからこそ、もっといじめて。じゃあ何？慰めてあげようと思って。いじめてって、いじめてって言った。ダメージか。体が動きません。
いろいろでけえ割に耐久力は低いみてえだな。まあそこそこやるみたいだけど、4人がかりじゃこんなもんよね。あ、認めませんわ、認めませんわ、こんなの絶対認めませんわ。うわ、ガキみてえに泣き出しやがった。おい、やめとけ、似合ってねえぞ。あらあら、本当に私たちに負けた時のあなたにそっくりね。私はこんなガキみてえな泣き方してねえだろうが。4人なんて卑怯ですわ。正々堂々、1対1なら負けませんもの。再戦を要求しますわ。何言ってやがんだ。てめえがふっかけてきた条件だろうが。知りませんわ、存じませんわ。とにかく私が勝たなきゃ嫌なんですの。なんだそりゃ。そういえば向こうのベールも負けず嫌いだったわね。ここまで極端ではなかったけれど。あら、ネプチューン、妹の方はいいの？諦めたわ。ネプギアもいい経験になるでしょうし、プルルンの真の恐怖を一度味わっておくのは。ギアちゃん、あ、いけない子ね、こんなにしちゃって。いやー、助けて。確かにあっちには関わらない方が良さそうね。こっちもこっちで面倒くさいけど。やるったらやるんですの、もう一回やるんですの。あー、もううるせえ。ビービーわめいてんじゃねえ、可愛くねえんだよ。言われよ、あんまりですわ。やれやれ。ほらほら、とにかく泣き止んでね。いつまでも泣いてるとドエスプルルに目をつけられちゃうよ。ベールもあんな風にされちゃうよ。あーん、もうやだ、勘弁して。色っぽい声出しちゃって。違いますから。あれは全力でご遠慮願いたいですよね。でしょ、ほら二人も戻って戻って。そっちの姿だとすぐ喧嘩になっちゃうんだから。分かったよ。なんかネプチューヌに言われるのは納得いかないけど、まだやりたいって言うなら相手してあげてもいいけど、その体じゃ今は無理でしょ。せめて万全に戻ってからにすることね。また言い訳をされてもかなわないし。そんなに無理して喧嘩しなくてもいいのに。わあ、元に戻ったのね、プルルト。もうお腹いっぱい。うわー、お肌ツヤツヤだ。ネプギアはもうお嫁に行けない。ひどいよお姉ちゃん。ごめんなさい、無力なお姉ちゃんを許してくださいませね。いや、お姉ちゃんってベールさんじゃなくて、私だから。でもいつの日にか必ずや憎き女神たちに勝利しましょう。私たち姉妹ならきっとできますわ。抱きしめないでください、まだ体中がヒリヒリして。いたー、ダメだってば。返して、返してよ。さて今回はこれで終わりかしらね。そうね、これ以上茶壇に付き合うこともないし。ネプちゃんとギアちゃん置いてっちゃうの？買ってきなさい、飽きたら適当に帰ってくるでしょうし。グリーンハート様。まだ終わりじゃないみたいね。何事ですの？大したことのないようで、私たち姉妹の六つ事を邪魔したら承知しませんわよ。
うちことって言った。姉妹、いつの間にお前に。私の妹だってば。返せこの。いた、打って引っ張らないで、痛い。それで要件は何ですの。ああ、そうでした。大変なんです。七賢人を名乗る者がインボックスの街を壊して回っておりまして。なんと。なんですって。警備の者たちは何をしているの。それが我々ではまるで歯が立たず。無理よ、一般人にあいつらの相手はきついと思うわ。こうしてはいられませんわ。一刻も早く行かなくては。腰が。デール、おばあちゃんみたい。言っておけばいいか。笑いすぎですわ。誰のせいでこうなったと。そこは中合子のことだと思うんだ。その体では無理よ。まだダメージが残っているんでしょう。ですが、そうですわ。ネプギアちゃん、私のお姉ちゃんの代わりにどうか待ちよ。無理ですよ。私も体中が。ごめんね。やりすぎちゃったかな。へい、ただ大丈夫ですから、近づかないでください。ああ、仕方ないわね。今回は手を貸してあげるわよ。ですが別にあなたのためじゃないわよ。かっこよく助けてあげればこの国の人たちも私の信者になるかもしれないって、それだけなんだから。ツンデレめ。はい、やけに長いツンデレゼリフいただきました。ノワールちゃんが行くなら私も。七賢人には個人的な恨みもあるし。皆さん、そうと決まったら急ぐわよ。あなたはそこで休んでる。ご冗談を。私の国のことですもの、あってでも行きますわ。あまり無理をしないことね。よし、そんじゃ七賢人のとこまで、よーいドン。あー、あ、待って、私まだ走ったりとか。あ、置いてかないで。ほい。で、ネプギアたちがバイビオレットシュバスター。あ、なんか合体技っぽいのだ、きっと。カップリングスキルね。なるほど。そっか、キャラクターがもう本当ネプキアも来たけれど5人以上になっちゃったから、カップリングうまく利用していかないといけないね。はい、とりあえず今回はここまでにしておきましょう。とりあえずリーンボックスが大変なことになっているらしいので、早いとこ駆けつけてね、七賢人の連中をどうにかしてやりたいと思います。まあ一応これで5人の女神も、協力関係になったわけですし、あとは七賢人を倒していくような話になっていくんでしょうか。というところで、神一元ゲームネプテューンのビクトリー実況プレイのパート27、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。